だいぶ戸回りして帰ったのね、えー、もう超遠かった <laughs> そうあの美濃和町にの寄ってきた山梨から来たありがとうシップお疲れ今日はう <laughs> ちゃんヤっホーって将軍ありがとう今日ありがとうってあざましたあざましたこちらこそ。 えー、トムグッドイブリングありがとうグイブリングありがとうワインの差し入れ忘れたけどちょっといろいろあってどうにかなりましたはい <laughs> ケンさんおつこまありがとうケンさんえっ、ー、と「集積もありがとうございましたあごめんねバタバタしててありがとな持ってきてくれてザイさんおつこまタロちゃんこんばんみありがとうタロちゃん今日ありがとう」 マーサー寝てたてた <laughs> っ私もちょっと寝てた帰ってきてから小茂さっちゃん配信してた本当？ねえ美濃川町でしためっちゃ混んでて美濃川町のそのダムのダムのイルミネーションをしてるんだけどダムの周辺のもみじのね紅葉のイルミネーション夜やってるんだけどめちゃくちゃ混んでて。 もうそれだけで結構時間食っちゃったしなんかね警備員さんとか一人もいなくてめちゃくちゃ混んでんのに <laughs> めっちゃ混んでんのに警備員さん一人もいなくてそうそうすごいなって思った <laughs> <laughs> ねえラオラライ車で行ったありがとうみずきさんもありがとう お世話になってる社長さんの新ライブハウス開店記念のライブ。ああ、そっか。じゃあね、しょうがない。また今度だ。いろいろあってどうにかなら良かったそう。えー、書いていただいて嬉しいっす。嬉しいっす。どうもどうもありがとう。よかったよ。よかけて。おじけんこんばんは。ありがとう。今日はちょっと短めかも。明日仕事だし。クソネミだし。<laughs> ね、確かにあ昨日流れたんだテレビでそれ知らんかっただからあんな混んでたんだめっちゃさもう道も狭くてさ道もめっちゃ狭くてそのやつ <laughs> その箕輪町のその道紅葉を見に行く時の道がめちゃくちゃ狭くてそうそう。 道も狭いし車は渋滞してるわねえ <laughs> えらいくっちゃでしたよなんかねえ寝ようって今日絶対行くから俺嘘つかないからまたなってねまた来て翔太くんよろしくねポンポン大丈夫なのねってポンポン大丈夫夜ライブに川さんお土産に連れてきてないじゃんとて怒られました <laughs> ごめんって ごめんね <laughs> <laughs> えーっとよじゃくたくただねそうクたくたビートボックス見るの楽しいビートボックス見るの楽しいハイサイケーキビートボックスなんだビートボックスってなんだちょっと待っていはいえー、サイコさんこんばんはサイコさん久しぶりやありがとう えバラありがとう最後さんえ大移動でしたいや東京組の方が山梨近いんですよ <laughs> 東京だと山梨1時間半ぐらいでね車で着いちゃうんだけど私はね2時間半かかってるから <laughs> 片道やばいマジでいや帰りさ <laughs> 帰りめっちゃ眠たくてさーあのー、もうすぐえどこだっけな 山梨から山梨から三ノ輪町に向かう途中のこの間めちゃくちゃ眠たくてぶっちゃけ寝てたんだけど運転しながら <laughs> 気づいたらねあのー、追い越しし線にこうう,うううって行っちゃってるみたいな感じのねうと,うとうとしててあやばいって思ってサービスエリアでちょっとコーヒー買って起きろ起きろって <laughs> 起きろ中山って。 今、ここで仮眠するか、ちょっと頑張って、ちょっと頑張って、紅を見に行くか、が、どっちにするんだってなって、じゃあちょっとコーヒー入れて、コーヒー入れて頑張るかって言って、そう、サービスエリアで気合入れて、えいや、マジで。結構ね、なんか寝ちゃいけないって思ってても寝てるんですよね。怖いよね。結構あるかもしれん。そう。 次会ったら容赦しない。こ、小松さん、小分けに抱えてお土産にします。抱えられる <laughs>。今日の太郎ちゃんのワインみたいに小分けに抱えられる。そう、遠かったよ、見えのあま町。片道2時間、往復4時間。現地30分未満でした。ああ、そっか !30 分だもえ、30分未満しかいなかった嘘。まあ、ありがとう、本当に。 ちこもありがとう怖って寝そう超ドキドキした <laughs> あ何これ頑張った頑張ったくす玉ありがとうりょうちゃんそうやばいよね結構なんか会社会社勤め会社勤め前の前の会社で会社勤めしてた時もか高速道路乗りながらウトウトしちゃったことがあって。 壁まであと数、数メートルみたいなところでハッて起きて大丈夫だったけど、そう、ダメだね。で <laughs> もなか、ね、突然睡魔が来るんです私は。そう、怖いよね。気をつけなきゃ。途中、新宿まで100キロって書いてあったコーヒー買って持ち丸ダンスした買った <laughs> <laughs> あのコーヒールンバルンバですねルンバあもちまるダンスではないかもしれないけどそうそうあれはルンバルンバだね「バンザイジャパン」の「バンザイジャパン」の何あ、えー、の遠征の時恒例のサービスエリアでみんなコーヒールンバで踊るっていう,そうしかも2回目だから私は <laughs> やった自撮りで踊った超恥ずかしかった ちょいできたりありがとう頑張ったでしょうって、ね、そう免許返納しましょう大丈夫です <laughs> まあちょっと大げさに言ってるだけ寝てたとかはうん普通に大丈夫だと思いますあ鼻水止まんないんじゃな痒くてしょうがないでもさ,でもさ全然関係ない話なんだけどさいやもうちくわ先輩やばいかもしれない <laughs> もうなんか今日とか全然ご飯食べてなかったらしくてもう今日もめっちゃぐったりしてたからそうえー、もうそろそろなのかなって思っちゃうんだよねやだなねちくよ先輩ちょっとまたでも通院してって感じかなコメちゃんのルンバダンス見たいって調べてくださいあの過去過去に1年前とかに 私ツイッターに上げてるはずルンバダンスお母さんに撮ってもらったやつ、ね、頑張ってもらいたいちくわには20歳,20歳まで20歳まで生きてほしいんだけどな HK こんばんはありがとうねちくわ先輩ちょっと具合悪いんだ選べたもち込むこんばんざい一日手帳お疲れ様でしたってありがとう 一日店長より私はね運転が <laughs> 運転が応えるねなかなか眠いねえー、さーやっぱあびこさん大変だなって思う <laughs> いつもいつもさあのメンバーの遠征のたびに車を運転して大変だなって思う立山ありがとうチャリできた ちくわね具合悪いの今そう腎臓悪いんだけどそうそうちょっと前から腎臓悪くしててずっと <laughs> そうそうそっからねちょっとあれだったら仕事終わりからの「こんばんざい」って「こんばんざいありがとうじてあるお仕事お疲れ」 コマちゃん今日目が眠そうだった本当にそれ多分普通に眩しかっただけだと思うんだけど一日店長の時全然眠くなかったけどセナピーを教えてくれてありがとううんそうそうセナちゃんコマさんコマンザイお疲れ様でしたって焼きもありがとう山梨から上京しなかったからコマさんに会える世界線もあったのかなって ねえちょっとラプタム私がいくらイベントにちょっと参加したりとかねあのイベントを開催してもラプタムがそこに来なかったら意味がないからそうラプタムが来なきゃ <laughs> いくら私はいないからといってそうラプタム来てよ。ねえ。 新月と今月続け続け一日店長って大変だねって <laughs>。いや大変だねってね、そう。まずはおつこもありがとう。腎臓か。そう、元カノさんの猫ちゃん、心臓悪くてすごく心配だった時燃やした。ねえ、まあ、なんかさ、ね良くなればいいんだけどさ、悪化してってるからさ、なんとも言えないんだよね、本当に。 マスター落ちこまってた言ったっけ落ちこまいきなりでその会いたくて仕方ないんです、ね、しょうがないどうにかして会いに来てください <laughs> 山口来ないよ山口来ない山口のツアーよろしくお願いしますみんなお願いあと15人ぐらいあと15人ぐらい来てほしいんだ ジュニオツコマありがとう。ツーショットチキありがとうね。お話も楽しかったしランチ役もかも。うーんうんありがとう <laughs> こちらこそありがとうございました本当に。わかりましたってわかりましたでもね。頑張ってください。<laughs> まあ私もいろいろまああんまりもうライブ自体を私はお休みしてるというか参加しないっていう風のそうそう。 あれなので私は「準備ありがとう」「オンライン頼んでくれてありがたね」「準備」そう「腎臓壊しやすいんだよ猫、ね、ってそうそうねえもうなんか痩せてっちゃってさ心配になっちゃうもうね一気に今年に入ってから結構痩せちゃって2キロぐらい減ったのかなねえ心配 楽しみにしてるねってうん待っててね寒い寒いよきょいろいろもらったよホモルカーのポーチとかもらったしホモルカーのポーチどこで俺どこであげるの いつでもどこでもモルカーポーチマジでこれどうやって開けるんだハサミないやかわいいしない でかいのかな。いや、でかいな。あ、でかいわめっちゃ。え、化粧ポーチ変えようかな。あ、すご、こんな感じなんだ。でかくない。結構でかいよ。肩にのせると、こんな感じ。形が。これどうなってるな。え、かわいい。裏地かわいい。めっちゃ。 裏地かわいい裏地かわいいのマジ裏地こんな感じになってる生地がめっちゃかわアビーがいるアビーあすごい結構ポケットついてる中のあすごいめっちゃポケットついてんじゃん 可愛いねうちも飼ってた猫、ね、シャムやけど腎臓に布団のかけないご飯食べさせてたねえ腎臓悪くなるよね猫ちゃんこんな感じこれ物入れたらもうちょっと膨らむと思うけど結構でかいめっちゃ。 何入れよう化粧ポーチにするかこれでもあれいつものカバンに入らないのよないつも私が仕事に行く時のカバンに入らないどうしようかなライブの時用のメイクポーチとかにしようかなかわいいねあかわいいありがとうりょうちゃんかわいい Thank you 眠い眠い15分経ったかな寝落ちする前に寝たい立ってるめっちゃ早いんだけどちょっとおしまいにしようと思いますスクショタイムどうしようかなちょっとワイン ワインちょっと他の部屋にあるから取るの取りに行くのめんどくさいこれ太郎ちゃんからもらったやつ太郎ちゃんだっけこれ太郎ちゃんだよかな太郎ちゃんからもらったやつスクショ <laughs> あ、タイヤアップルパイどこだっけあ、タイヤアップルパイお母さんに持ってかれたかもしれないちょっと <laughs> はい くしょ。これなんで私は明日頑張ります。出勤する。やばやば、やること多くてやばいね。<laughs> ありがたいことに、ありがたいことにたくさんなんか仕事がたまってるんです <laughs>。すみません。えーと。 コマちゃんが産んだかりんともうもお母さんもお母さん <laughs> <laughs> お母さんベ <laughs> イベイブルカもう全然違う <laughs> <laughs> 秋葉原 <laughs> あよかった準備落ちこまってありがとうタイヤタイヤみたいなアップルパイけさ落ちこまありがとうね寝るもうねむねむねむだ 目開いてない。多分。というわけで。以上バンダイジャパン長野県の伝統品中山こまでした。平日、天井ありがとうございました。多分きっと皆さんに次お会い実際にお会いできるのが山口県の遠征だと思うので、皆さん山口県のツアー来てください。<laughs> お願いします。今んとこね。 駒村村民さんは二人二人いらっしゃるみたいで山口県。ね、ここにいる全員で行くか <laughs>。ここにいる全員で山口行ったら絶対楽しい。ね。あ、ともきともきごめん、終わっちゃうありがとうモキ今日、今日ありがとうモキだよ。ねえ。えー、とちょっと、うちこまみんなありがとう だけ、ね、おやすみだよ。ありがとう。ちゃんと寝てね。ありがとう。